やっぱり4区出てたよね、ヤフオくんね。ああ、うん、出てた、出てた。やっぱそれじゃないの、それっすか。値段はね、330万数えちゃうんですからね、これね。でも330万、330万って33万円を10個集めればいいんですよ。そんな、3万3000を330個集めればそりゃそうなんですよ。簡単に思うけど、たまんねえもんな、ほんとに。どこ行っちゃうのかな、だってね、原木車、新車2800万ですからね、3000万、それ5年で返して年間600万ですもんね。年間600万って月だって50万からね。何事の以外に50万ですもんね。サラリーマンの平均年収って何の話ですかね。本当のリニューアルさんとかっていう、本当ね。一人でトラック2台も3台も買ってね。そうなの。運転手まで雇って回ってる人たちいるから。どういう単価でどういうね。そう。分かりにお勧めしてるの、本格。どっからがそのあれなんですか。やっぱりちゃんとしてるかしてないかじゃない。ちゃんとしてるって具体的に具体的に何です、ちゃんとしてるかしてないか。なんかちゃんとこう KY もやってね。KY やんねえ、やんないですもん。KY は見たことないですね。空気読もない。そういう人が多いですね。そして、うん、MK5 だね。マジで恋する5秒前またチョベリバに続いてる知らねえよって、ね、ちゃんとしてるってことがやっぱこうあれ、ね、こう稼働する機械がちゃんとこう揃ってるっていうのこうグラップル、バケット、まあ、ザウルスとかね、揃ってんじゃないですか。だからこれ俺の生き様と一緒じゃん。ヒアブもプラプラ、これもプラプラなんて言ったらいいですか。回答に困るような明日は明日の風が吹くね。風邪ひいちゃったら終わりだよね大丈夫ですよ、病院に行かなきゃ風邪病診断されないです、ね、あ、そうですね。なんとなく屋さんですから。なんとなく屋さんってなんすか。なんとなく山ね、買ってね、普通の会社ね、木出してとか、入札とかね。入札って何言うんだろうな。ヤフオクですよ。今日、うち帰ってヤフオク山検索してみようかな。山とか木とか出てますからね、ジモティとか。あ、大丈夫かな。あ、俺でも、あれだ、曇りマーク2つぐらいついてるからダメだな。曇りマークどちらでもないとかついてる。だもんな。なんかでもジモティとかやっぱ見ないんですよね、俺。あ、なんとなくヤフオク、あとなんかメルカリだっけ、